こんにちは、ロビンです。テルルだよ。今日はオートマチックイレブンイレブンの便利な拡張機能をいくつか紹介しますね。おすすめ助かる。多すぎて何入れたらいいかわかんないんだよね。過去の動画で触れたものや便利だけど使いこなすのに複雑なコツがいるものは除外して、直感的でシンプルなものを揃えてみました。前置きはこの辺にして始まるざますよ。行くでガンス。うんだ。一つ目、イメージブラウザ。出力した画像を閲覧するときに皆さんどうしてますか？わざわざアウトプットフォルダを開いて一枚一枚確認するのは大変だよね。実は WebUI 上で簡単に閲覧できちゃうんです。え、そう、イメージブラウザーならね。この拡張機能は自動でアウトプットフォルダ内の画像を読み込んで表示してくれる機能です。使い方はシンプルで、専用タブを開いて青いボタンをクリックするだけです。アウトプットフォルダ内の画像が表示されるので、クリックしてメタデータを閲覧したり、削除ボタンでゴミ箱に送ったり、コントロールネットなどに送ることができます。超すごい PNG インフォみたいな拡張機能です。推しポイントはメタデータ検索ができることです。例えば特定のプロンプトで検索してやると、そのプロンプトが埋め込まれている画像だけを表示してくれます。メタデータ内の文字列検索なので、プロンプトだけじゃなくて使用したモデル名やサンプリングメソッド、拡張機能の名前でもソートできちゃうのがポイント高いです。そして独自機能のランク分け機能が便利です。これ良いなって思った画像にざっくりランク付けておいて、ランクでソーティングすると、そのランクを付与した画像だけ表示してくれます。ジェネレートフォーエバーで大量生産した後なんかにざっくり分類かけていくのに便利だね。インストール方法はおなじみエクステンションから導入できます。イメージブラウザはもうこれないと話にならないレベルで便利な拡張機能なので、ぜひ使ってみてくださいね。2つ目、タグコンプリート。その名の通り、プロンプトのオートコンプリートです。海外の画像投稿サイトダンボールで使われている、いわゆるダンボールタグと呼ばれる用語を自動でサジェストしてくれる機能です。タイピングミス防止や関連ワードの提案もしてくれるので、プロンプト入力がはかどります。タグの右側に出てくる数字はそのタグのヒット数です。この画面で言うと、ワンガールは400万件以上のヒットがあるようですね。一般的にヒット数が大きいタグほどコンテンツが豊富であるということなので、プロンプトの応答性が上がって望んだ結果が得られやすい傾向にあると言われています。ただし、ダンボールタグへの応答性が悪いモデルもあるので、あくまで入力補助機能と割り切ってくださいね。なお、デフォルトのサジェストは5件しかないので、設定画面で10件程度まで増やすことをおすすめします。3つ目、システムインフォ。これはどちらかというと、システムの中身に興味がある人向けの機能です。システムインフォの名の通り、現在のマシンの状況をリアルタイムで表示してくれます。生成中の VRAM の消費状況を確認したい時なんかに良いでしょう。また認識しているモデルや学習ファイルを一覧表示してくれる機能もあるので、わざわざフォルダ開いて探しに行かなくても良いのが便利です。これで何かできるという拡張機能ではないのですが、システム情報はあっちこっちに散らばっていることが多いので、まとめて表示してくれるだけでもありがたい機能ですね。4つ目、スタイルエディター。普段よく使うプロンプトをテンプレートとして、ジェネレートボタン下のフロッピーマークで保存しておくことができるのはすでにご存知だと思います。ただし、一度保存してしまうとどんどん増えていってしまいます。フロッピーボタンで保存したものはインストールフォルダの中にあるスタイル CSV というファイルに記述されているのですが、削除するにはメモ帳などで開いてちまちま消していくという作業が必要です。ちょっと面倒くさいね。このスタイル CSV を WebUI 上で編集できるようにするのがスタイルエディターという拡張機能です。使い方は簡単で、画像のように登録済みのスタイルが一覧で表示されるので、クリックして編集したり削除したりするだけです。変更を加えるとリアルタイムで保存されていくのがポイント高いです。削除したいときは右クリックで行選択してバックスペースまたはデリートキー、追加したいときは右下のニューローをクリックします。面倒なスタイル編集が簡単にできちゃう、とっても便利な拡張機能です。5つ目、アスペクトレティオセレクター。アスペクト比とは画像や動画の重要比のことです。アスペクト比を維持したまま特定の大きさの画像を生成したいときにとっさに計算が難しかったりします。
それを補助してくれるのがアスペクトレティオセレクターです。インストールするとこんなアイコンが追加されます。上の1対1や16対9のボタンは自動でその比率に設定してくれるボタンです。下の1から3はテンプレートボタンです。特に一番押すとデフォルトの512に戻してくれるのが便利です。簡単な計算機もついていて、現在の解像度設定からアスペクト比を割り出したり、比を維持したまま解像度を変更する場合にいくつにすればよいかを計算できます。使い方は、例えば今現在赤枠の解像度設定で画像を生成しているとします。まず右側の太い矢印ボタンを押します。するとアスペクト比の計算が行われ、4対3だと分かります。そしてこのアスペクト比を維持したままハイトを512にダウンサイズしたいとします。ハイト2に512と入力して、下のカリキュレートウィドスを押します。するとウィドスの計算が行われ、683にすればよいと出てきます。アプライを押すと出力設定に反映されるといった具合です。もう電卓ポチポチしなくていいんだね。6つ目、アスペクトレティオヘルパー。先ほどのアスペクトレティオセレクターと似ていますが、こちらはスライドバーの補助機能です。解像度設定の隣に小さな小窓が追加されます。あらかじめアスペクト比のプリセットが用意されていて、設定するとバーを動かしてもそのアス比を維持したままにします。セレクターとはまた違った使用感なので、併用するかどちらか好きな方を使うと良いでしょう。7つ目、コンフィグプリセット。よく使うプロンプト設定はフロッピーボタンから保存できますが、サンプリング設定やハイレゾ設定は保存してくれません。これもさっと呼び出せたらいいのに。そんな願いを叶えてくれるのがコンフィグプリセットです。 T2I、I2I の出力結果の下にプルダウンメニューが追加されます。デフォルトでいくつかサンプルが入っていますが、結構とんでもない数値になっているので、使わないのであれば消してしまうと良いでしょう。編集は右のアットリムーブボタンをクリックします。ゴミ箱ボタンを押すと選択中のプリセットを削除できます。登録する場合はニュープリセットネームに名前を入れて、隣のセーブボタンを押すことで登録できます。起動するたびに設定し直していた値が一発で呼び出せるようになるので便利ですね。先ほどのスタイルエディターと併用すれば、生成セットアップの手間が大幅に軽減されそうです。8つ目、アフターディテイラー。これは有名な拡張機能なので、すでにご存知の方も多いかと思います。イラストの顔を自動検出してディテールを増やしてくれる機能です。インストールしたら設定からマスクの保存と適用前画像の保存にチェックを入れておきます。これは T2I、I2I で使用可能な機能で、とりあえずオンにするだけで十二分に効果を発揮するのが特徴です。例えばこのイラストでアフターディテイラーをオンにしてみると、こんな感じにディテールが引き上げられます。右側の適用後の方が少し書き込みが増えているのがわかると思います。またアフターディテイラー用のプロンプトを入力できるため、表情差分みたいなイラストも容易に作れます。デフォルト設定で十分すぎる性能な上に、動作も軽い極めて強力な拡張機能です。9つ目、インペイントエニシング。これは旧 Facebook の物体検出モデルセグメントエニシングを使って、パーツ単位でイラストの修正やマスク作成ができる機能です。パッと見複雑なインターフェースですが、カタカナのこの字型に実行していくだけのシンプルフローチャート式機能です。まずはモデルを選択します。上3つは Facebook 純正のセグメントエニシングモデルで、 HQ とあるものが改良型のハイクオリティモデル、そして高速モデルのファストサムが用意されています。マシンパワーに余裕がある人は、とりあえずハイクオリティのヒュージモデルを選んでおけば良いでしょう。モデルを選んだら右のダウンロードモデルボタンで落としておきます。画像を放り込んで欄を押すとセグメントに分けてくれるので、加工したいセグメントをクリックしてドットを落としていきます。ここでは例としてネクタイにマーキングしています。クリエイトマスクを押すと、マークした物体だけ抽出してマスクを作ってくれます。綺麗にネクタイだけ抽出できましたね。加工にはインペイント、クリーナー、コントロールネット、マスクオンリーと4種類の方法が用意されていますが、使うことになるのは好きなモデルを使えるコントロールネットと、セグメントの素材画像が作れるマスクオンリーでしょう。試しにコントロールネットモードで青いネクタイと入れて出力してみます。長さが短くなってしまいましたが、一応青色ネクタイに加工できましたね。
自然な仕上がりになるかどうか博打的な部分がある点は、いつものアイツーアインペイントと変わりませんが、インペイントの一つの手段としてセグメントエニシングモデルが容易に使えるようになる、そんな拡張機能ですね。マスクオンリーだとセグメントマスクだけ抽出できるので、コラ素材集めや部品取りみたいな使い方もできそうですね。ちょっと駆け足になりましたが、オートマチックイレブンイレブン用の便利な拡張機能9000の紹介でした。簡単な操作で使えて効果が高いものを選んだつもりなので、ぜひ有効活用してくださいね。今回はこのあたりで、また来週。こまめに水分取るんだぞー。